うん、行くよ。すごいな。おはよう、ゴーくん。なあ、すごいセミ。なあ、なんか入っちゃった。ほら、見て。ばあちゃんに携帯とかはあるけど、ほら。でかすぎるよ。でかいな。ママね、今ね、キレイキレしてる。今日お出かけするかな。お出かけするから、これちょっと。キレイキレしてる。そうそうそう。ママが。そうそう、ちょんちょんちょん、そう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 、ちょんちょん。ママ。髪の毛もやってるかもしれない。ママね、お出かけするから。川があるから待って、ペして。川がある。川ってあかんの？あ、これは違うよ。これはもうかなあかんや。処方やから。別に体に悪いとかじゃない。悪いとかじゃなくって、食べていいわけじゃん。大きいよ。はるちゃん、大きいよ。あとはもう向こうで。ちっちゃくもらうんかい。うん、向こうで。多いの？あ、こっちを向いたやつをあげればいいかったな。これちょっと向いたやつ。こっち、よし、よし、よし、向こうに持ってきよ。くんの、くんの、持ってきてくれるか、座ってって。向こうに。なんちゃい。うん、はいはい、持ってきよ。これ、はるちゃんが、これ、はるちゃんのこれ。はるちゃんのこれ。あ、持ってきてくれるって。あ、座って、座って。いける。落とさないでよ。そうそうそう、おみかんね、おみかん。いらん、うん、いやいや、美味しいね。いらん、そのまま食べろ、もてんちゃん。あ、いやいや、座って食べて、座って。まあ、よかったよかった。うんうん。前まで持ってきて。そう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 。うん、パジャマ汚れていいやろ。暑いかも、大丈夫？マガジュ
パパの真似。うん、ちょっと怖いって言ってたよ。パパもやっていい？いいの？いいよ。いいよ。パパ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 やっていいの？ヤクルト切るよ。ヤクルトヨーグルト。いらなかったら食べなくていい。パパ。みかん食べてみ。みかんめっちゃ美味しいよ。みかんママに1個もらってみ。1個だけ切りたい。みかん食べたことあるの？うん。でも記憶がないかもね。あの昔冬夏。1個だけちぎってあげる。みかんだよ。みかんみかんかぶって食べてみ。あ、出てきた。幼稚園でフルーツ出てくるの？フルーツは最後に食べなさいって言われるんや。でもね、分かんない人は食べてるよ。分かんない人はね。どういうこと？あ、先生に言われても食べてる子がいる。だからね、こういう時あるよ、全部野菜。あ、デザートがない時？うん。え、毎日デザートあるの？ある。けど、あるんだけど、ない日もある。ない日もあった。へぇ、コーンが入ってる時ある。フルーツがない。あ、コーンがフルーツがある。だから、コーンが入ってる、コーンの、コーン全部野菜じゃん。うん。それでね、だけどね、めっちゃ美味しいね、鶏肉ってさ、食べていい。ご飯に乗せて食べてもいいし。うん。だからそれじゃ知れません。ご飯食べたじゃん。あ、ゴーくんの方が、ちょっとゴーくんを食べると思うとちょっと大きめで、ふーちゃんは中で。ちゃんは小にしたよ。5個多かったらご飯残して。うん、まだヨーグルトも食べてみる。あ、いらんの。珍しい。じゃ、もう食べていいの？好きなところでは、ね、自由にどうぞ。ママに怒られたらごめんなさいって言ってママに言う通りにしたら、ママ食べたいもの食べたい。コウ君結局それ全部食べれるの？大盛りにしてたらしいけど食べれる？いや、ママに怒られるから。なんて、無理しないでいいって言ってるやん。ここではあのママはちゃんと考えて出してくれるけど、ばあちゃんは分からへんからばあっていっぱい出してるから無理しないで。それがね、ばあちゃんのお昼ご飯残ったの。え？うん。だから残してくれて大丈夫。ばあちゃんのお昼ご飯やから。へ、好きなもん食べといて。ばあちゃんとこではそれは OK よ。無理しないで。ダメと思ってた。うん、行くよ。すごいな。開けろって一回取ればいい。ふーちゃんですら汗だく。ああ、ふーちゃん出てきた。
せちゃう。じっとしとき、暑いから。